はいどうも霊夢だよーん。はいどうもマリサだぜー。今回はコラボ超究極のミッションをクリアしてみたぜ。その他2体のミッションだな。そうね、ストライカーカードがもらえるから、やってみたわ。早速スタートするわね。オッケーなんだぜ。最近霊夢が主導権握ってるな。ふふ。私の動画を見てくれている人はわかるかもしれないけど、実は使い分けしてるのよ。どういうことだ？結構難易度高いクエはマリサ。そこそこのクエは私が解説してたのよ。気づいてた方がいたら、嬉しいわね。おそらく誰も気づいてないんだぜ。気づいてくれる方がいたら、子さんってことで、始めていくわね。オッケーなんだぜ。さて今回のミッションは、その他2体よ。ガチャゲンはガビマルとアルスラーンにしてみたわ。ガビマル気に入ってたもんな。強かったからね。てなわけで今回はこのメンツで始めていくわ。オッケーなんだぜ。じゃあこっから進めていくから見てね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ゆっくりって言っても、そこまで長い時間かからないだろ？そうね、クエ自体もかなりめんどい感じではなかったし。要所以外は早送りしてるからね。サクッと見れるってことだな。オッケーだぜ。さてすでに3ステージ目ね。このステージはよくわからないわ。普通に突破できる。あと忘れてたけど、キャラのみとかはこんな感じよ。オッケーなんだぜ。あと気づいたかもしれないけど、大事なことを言うわね。ラグいのよ。Wi-Fi もラグいし、OBS もラグいのよ。だから音がずれてるんだな。そうなのよ、そこは許してね。オッケーなんだぜ、でかいつの間にかボス戦だな。このクエストのボスは、でかいターンが早いから怖いのよ。右下の今撃ってくるやつだな。結構食らったけど、まだ大丈夫そうだな。予想だけど、ヒーリングボールからレーザー飛んできそう。見てる感じそうだな。いつ即死なのかわからないのが怖いけど、2回目くらいまでは大丈夫だったな。攻略見てないからわからないが、もしかしたら3回目が即死なのかもな。そんな気はするわね。どちらにせよ、ガビマルの超レガストのおかげで、危なげなかったわ。アルスラーンも強かったな。そうね、ここはユニコーンが1位でいて欲しかったけど、主要キャラ1位はアルスラーンだったわ。基本的に主要キャラランキングでクエやってるもんな。そうね。ではちょっと真面目に解説。今は下の雑魚処理して、次は上の雑魚同時処理ね。ただなかなか処理できないから、SS 使うわ。ここでも音声ずれてるんだな。そうね、クエ中に気づかなかったから再起不能よ。ま、もう終盤だしな。我慢してやるぜ。さてここからはボスのレーザー耐えながら、削っていくわ。全部2で、次即死の気がするから SS 撃ったわ。ちょっと残ったな。そうね、なので次は無難にパックを使うわ。まあただいぶ音声ずれてたな。まあそこは気にしないでいきましょ。さてこれでラスゲね。ヤンキーの SS で雑魚処理狙ってくわ。ツアー解放踏めるように意識してね。おお、結構削れたな。
これでアルスラーン下に配置できたわね。保険よ。ボスの攻撃は大丈夫なのか？HP 保っておけばおそらく大丈夫。削っていくわ。さてここでガビマルの SS で一気に行きたいところ。現実が見たいと言ってたな。解くと見よ。うっすぎはロタだな。確かにめちゃ薄かったわね。追撃に期待。忍法非暴止。まあまあ入ったな。次でいけそうかもな。いつの間にか下に配置したアルスラーンもずれてるからな。そうね、なのでここで狙っていくわ。やった！なんかいけたな。うん、なんとなくでいけた。コラボのミッションだから身構えたけどそこまで難しくなかったわね。そうだな。何はともあれ、クリアできてよかったぜ。ショート動画でもあげたけど、ガビマルがいいクエだったわ。コラボキャラの活躍の場があるのはいいことだな。それ以外でも適性は多そうだから、ぜひチャレンジしてほしいな。そうね、これでコラボはほぼ終わりだから、月末に備えるわ。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。